片隅の幸福。種田三等下。大の字に、寝て涼しさよ、寂しさよ。一茶の句である。いつ頃の作であるかは、手元に参考書が一冊もないからわからないけれど、多分、放浪時代の句であろうと思う。とにかく、そのつもりで筆を進めてゆく。一茶は不幸な人間であった。ようにして、 自母を失い、警母にいじめられ、投票を制覇するより他はなかった。彼はこか不幸か、廃人であった。おそらくは、俳句を作るより他には、能力のない彼であったろう。彼は苦を作った。悲しみも喜びも憤りも、すべてを俳句として表現した。彼の苦が、人間衆ふんふんたるゆえんである。煩悩無尽。 煩悩そのものが彼の苦となったのである。しかし、この苦には彼独特の反感と皮肉がなくて、のんびりとして、そして、しんみりとしたものがある。大の字に寝て涼しさよは、さすがに一冊的である。いつもの一冊が出ているが、続けて、寂しさよと歌ったところに、ひねくれていない正直な、 素直な一茶の涙がにじんでいるではないか。彼がわがまま気ままに寝転んだのはどこであったろう。居候していた家の別間か、道中の安宿か、それとも途上の住院か。彼はそこでしみじみ人間の幸不幸、運不運を考えたのであろう。切っても切れない、立とうとしても立てない執着の絆を思い。 孤独地獄の苦悩を痛感したのであろう。所詮人は人の中である。孤立は許されない。恨み、罵りつつも、人と人とは離れがたいのである。人は人を恋う。愛しても愛さなくても、家を持たずにはいられないのである。みだりに放浪とか孤独とか言うなかれ。一茶の作品は、極めて無造作に投げ出したようであるが、 その底に潜んでいる苦労は、おそらく作家でなければ未読することができまい。もちろん、芭蕉ほど長身流骨ではないが。言うまでもなく、一茶には芭蕉的な深さはない。武尊的な美しさもない。しかし彼には、一茶の鋭さがあり、一茶的な表一味がある。私は、一茶の句を読むと、多少憂鬱になるが、 同時にまた、いわば、片隅の幸福を感じて、打作一句を加えたくなった。一人住めば、青々として草。